お時間となりました。l b c 第一スタジオから、世界中の皆さん、こんにちは。こんにちは聞かせられないラジオ、生配信でございます。生よそこをやれ強調するとなんか。<laughs> ベロベロってしそうな感じが。ベロっと、え、配さんはしてもいいんですよ。僕の場合はしていいんですね。してください。日本一の男はね、何をやっても許されますよ。それだけ言うとだからわからないって。ね、説明するの時間かかるからもういいからその。わからない人はあの過去の配信分を丹念にチェックしてみてください。全部見ろと。そうするとその日本一のわけがね。そうなんですよ。あ、あ、ちょっと待って、忘れてた。何をせたんですか今回は。背景、背景、あ、相変わらずね、こだわりますね。 西村さんがおかけになったこのね聞かせられないの背景がね背景というかですねなんかこうまあつ、ねえー、いたて的なこう学習発表会的な感じでいいですよね、えー、あ今日も多くの方にお越しいただきましてすでに85人の方が、えー、このユーストリームに入っておられますね嫌だな、このイヤホンやっぱり気持ち悪いな今日ちょっと自前のものを持ってきたんですけどだめ<ら>だな、これ。 自前のイヤホンがあで僕らラジオやっててこうイヤホンが変わるとこう自分の気持ちが変わりますよ、ね、あ<ー>あこれがやっぱり自然だなよくあのベテラン歌手の方で「私はこのマイクでしか歌いませんの」って方がいらっしゃるそうですがいらっしゃいませナレーターにもそういう方がいらっしゃいますねナ、えー、レーターにもはあ、い このマイクの音のノリが相性がいいのでこれでお願いしますというマイク指定をされる方はベテランの方にいらっしゃいます林田さんはマイクをつけたまま海に飛び込んだことがありますありますね25万円ぐらいポッとその瞬間に <laughs> <laughs> お釈迦になりましたけどね。さすがですね。えー、会社さんクラスになると思います。わざと、これはマイクに近づけて、あなたはついてるんです、ね。けど基本ですね。放送局の基本ですね。すねっていうかね、えー、ラジオパーセンティーの基本です。よね基本ですよまず、こうこ、紙を取る時、こう、こういう、ペーパーノイズをた、立って、立てるか、こう、もを持ったら、叩く。叩くね。ね <laughs> さすが、音声表現に長けてらっしゃる。 心がけていこう当然のことよ前ね安住くんが言ってたんだけど安住くんが FM 系の DJ の皆さんはソニーのね音の響きがいいマイクをお使いヘッドホンをお使いなんですってソニーもうダジャレはいいから AM 系のしゃべり手は比較的こういうオープンスタイルのイヤホンスタイルが多いんですってあのいやだってね片耳の方が スタジオ内で打ち合わせをするときに <laughs> だってヘッドホンしてると聞こえないじゃないですか同じスタジオの人同士で。でしょ、ええ あれだってのの皆さん不便じゃないのかないかそこがもう言ってたんですけど、うん、結局何がベースにあるかっていうことに依存しているらしくてはあ、はあ、AM は比較的こうやってやり取りするおしゃべりが主体トークが主体、えーえー、それに対して FM 局っていうのは結構一人でおしゃべりになって音楽が主体なのでいい音で聞こえる環境というものをリスナーと同じ環境というものをここに構築するんだそうです。そううううすするるとと何がが違違かっっててい自分のの聞こえる音の響きが違うんですって そうすると<ー>あのソニーのなんとかっていうヘッドホンをつけると低音がすごく響いてるので自分の声がすごいドラマチックに聞こえていくるらしいんだなでもね、うん、あの確かにあの時々 FM 長崎に私たちも行ったりするじゃないですか仕事とかでね,ね仕事でねあの意外と長崎はね仲良しなんです、うん、FM 長崎と NBC でヘッドホンつけるでしょはい なんだか自分の声がい格好聞こえちゃうんですよ。なんか FM っぽい感じのトーク、こんな感じのね、喋りに思わずなっちゃうんですよね。なんかこう、低音がぐーんと伸びてくる。ぐーんとね、伸びて聞こえちゃうんですよ。そううこと AM はこれですから。AM はね、オープンスタイルオープンスタイルガチャガチャ言う感じガチャガチャね、うるさいんですね。違いはありますですね。 そんなこと同じラジオで今日 <そう S 2> <ー>試しにあの自分のこれすごく音がいいヘッドホンっていうかイヤホンで自分のつけたらどうなんのかなと思ってあの今つけてみたんですけど気持ち悪くてやめましたなんかこう閉塞感があって、うん、あそうですか開いた感じがいいねあところでですよ、はいあのー、今林田さんがヘッドホンって言ったりイヤホンって言ったりしましたけれども、ええ、この要するにインナータイプのそれは、はい ヘッドホンなのかイヤホンなのかって人によってちょっと分かれますね言い方がねあそうですこれやっぱ、うん、でもこれやっぱイヤホンでしょうねどっちかっていうとねステレオイヤホンってことはい、えー、なんか違和感ないですかそう,そうですね,ねもうもはやこれはどっちらかというとこうスピー小型スピーカー的なもう能力がもはやありますよねああ<ー>、うん イヤホンっていうとなんかこうそこで膜こがこう振動してるって感じがありますけどヘッドホンはここにもう小型のスピーカーがある感じがあるじゃないですかまあ膜が震えるという点では原理は同じなんだけれどもさいい、えー、最近のこのイヤホンの音質の良さって、ねね、昔に比べて格段に向上してますよ。ね<え>うん あのでもうもうちょっと前になりますけれどもあの驚いたのはこの辺の骨骨を震わせる音が聞こえるとかあ,、ね、あるじゃないですかね自骨はいビックリしますよね骨に振動を与えて、ね、骨に振動音を届けるというスタイルのものですねありますねあのほら 兵隊さんたちが使ってるのはここにこう貼り付けてて通話がでここの音を逆に拾ってほとんどこ、はあ、声で喋らなくったって通話ができちゃうというようなセンチで使うようなマイクやヘッドホンもあるんでしょここでこう確かここの振動ですよこの微弱な振動拾うんですよ確かこ声で福,福和術の世界じゃないですかそうですね 交通ルール守ろうねみたいな <laughs> 口動いてるから交通ルールルールですかやってやってえ何ですかなんか不確実ポイント上で,できませんよそんないきなり振られてあそうですかできませんここにケンちゃんいないしねケンちゃんの、ねね、キカラジさんドールならケンちゃいないしね、うん、キカラジさんが着てる服だったらありますけど。<laughs> <laughs> いいですよそんんなはありませんからお時間ないんですけれどもちょ,ちょっとだけご紹介したいものがありまして現在プレゼント期間中の同人誌ですね木月智信さんと青葉炭から、はい、青葉炭はなんか青「青葉炭さん」っていうとちょっとややこしいので「えー、青葉炭」と呼ばせていただきますが、はい、それぞれから同人誌を3冊ずつお預かりしていまして、えーえー、これ現在プレゼント。 させていただいているのです。はい。はい、受付中ですね、えー。受付中でございますね。で、えっ、ー、と、オンエア収録が始まると言えなくなってしまうので、今のうちなんですが、二十七日金曜日を締め切りということにさせていただいてました。うん、はい。で、ホームページを見ると木曜日で締め切りと書いてあるんですが、そうですか。えー、今回はあの一応二十七の金曜日までということにさせていただきたいと思います。はい。はい、あのデフォルトで木曜日ということに。 あ、ね、そういうことなんですね通常のものがですね、はい、あそうでしたね以前は金曜日に収録をしていた関係ですねあ失礼しましたそうなんですよはいはいあのー、ちょっとあのアップでお見せしましょうね表紙だけでもね築城さんはいねぜひ欲しいという方はセットにして三人の方にプレゼントいたしますので木月さんはフルカラーです築城さんはフルカラーだそうですはいフルカラー、はい、フルカラー こちらが青バタン青バタン、はい、で青バタンはあのー、オリジナル漫画、はい、オリジナル漫画なんですけれども特筆すべきはですね、はい、青バタンの方はプレゼントが付録が付録がありますなんと、うん、西村さん書き下ろしのあらあちょっと 資料集的な、うん、はいろいろと入ってますので、はい、青葉さんからご依頼があって、木から字壇にも渡してほしいということでしたので木から字にもえらい喜びようでした。木月さんからもですね、はいえー 木か原次丹に渡してくださいということで、はい、やっぱり一冊招待してまして、はい、リアル木か原次丹も大変喜んでおります、はい。喜んでおりました。はい、えー。皆さんも喜びたいと思いますので <laughs> ぜひご応募ください。三人の方に文脈です <laughs> お渡ししたいとお渡ししたいと思っております。我々の方でね。はい。さて、えー、この本編収録後、えー、先週からあご紹介しております年末年始に盛り上がった木か原次丹の作品。 えー、これがあ先週の段階でほぼ200作品、えー、ございまして、えー、先週頑張って1時間以上にわたって1時間半ぐらいかな <laughs> 延々ずーっとひらんの絵をご紹介したんですけれどもあれで120でしたっけ120ぐらい紹介したんですよしかしまだ120残っておりまして、はいええー、今日も120作品用意しておりますほぼ。 お疲れ様でしたが、えー、いましてえこれをまあ軽く30秒ずつご紹介したとしても1時間はかかるというような塩梅でございますのでえ今日も配信はおそらくまあ6時を回るのではないかという気がするのでございますが皆さん頑張ってくださいねな何をですか <laughs> いやそれだだけ見るのも大変う皆さんが頑張っているからこそもうこうやってたくさん作品ができるのでございます皆様の頑張りが皆さんの頑張りが我々の番組を支えているのです。 素晴,素晴らしい。もう頑張って。あのちゃんとテロップも作りました。ただ、ちょっとドキドキしてるのはい一応確認したんですけど。 ひょっとしたらお名前がこういろいろともう100作品以上あるので間違えてるケースがあるかもしれませんその場合はもしツイッターでご覧の方はすぐ指摘をしていただいてもう先にお詫びするしかないというう作者の方のお名前とか <A> あとあの作品のタイトルとかですね、はい A、ちょっっと入れ替 100, 100作品以上もあるとちょっとずれたり本当、ね、にあってはならないことはな,、えー、な,ないと思いますがもし、はい、もあった場合はごめんなさい。本当に、A という言い訳をして。言い訳をして。いしてはい。あ、あのー、気づき友さんから。ご紹介どうもでしたと。あ,あ、そうですか。丁寧にありがとうございます。いますはい。受付中でございます。受付中でございます。お二人の音声と口の動きが少しずれて感じるのは、僕の回線がヘっぽこなせい。あ、いやいや、あ,<ー>あのー、腹話術です。そうですね。<laughs> わかりましたか我々の実力がほぼもうねあの方並みにねあの方が今顔は出てるんだけど出てこないんですけど声が遅れて聞こえるような一国道さんの名、ね、前一,一国道さんの名前が出てこないですか我々も <laughs> やばいですね参りましたねこれね参りましたねあれもうあのねテレビのスタッフにいるんですよあれできる人できる子がマジで完璧ですよ。 それは、一国堂さんの真似ができるのか、タイムスリップができるのか、どっちですか。<laughs> <laughs> タイムスリップかもしれないね。あ、いたー。それはすごい。え、本当に、あの、声が遅れて聞こえるんですよ。へ<ー>あの、有名な、えー、衛星回線というネタを。できるんですよ。すよ一人いるんですよ、スタッフに。その。テレビ、もですよ。テレビに出しましょうよ、その人。出す。には。ちょっと。 ルックス的に問題もあるかなルックスが<ー>じゃあとりあえずあのこのユーストに出しましょうそうだね今度連れてこいきましょうか相性は工場長って呼ばれてるあっ わかりますか彼は彼これできるんですよあの人そんな技を持ってるの平成回線できるんですそうは見えないけど見えないでしょ人柄的にもいや上手ですよ真面目そうなキャラクターだけど完璧ですよだけどまあユーストリーム上はもう私もあなたも一国道という感じでねなるほど頑張っていきましょう音声とずれる感じでねお送りしましょうかナチュラルにずれていきましょうそうですいごめんなさい 行っちゃいますか。話題が自由に遅れているぞ。その山さんからのツッコミがね。どどのどうのかな。どの話題ですか。どうなんかよ,よくわかんないけどはい。どうもごめんなさい。とりあえず謝っておきましょう。<laughs> <laughs> じゃ行きましょうか。行 <laughs> きましょうかね。聞かせられないラジオ第百四十五回。 長崎佐賀のオンエアは1月21日土曜日、山梨は1月28日土曜日、宮崎1月29日日曜日、岩手1月28日土曜日、熊本1月26日木曜日です。 聞かせられないラジオ。聞かせられない。聞かせられないラジオ。聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。聞か,聞かせられないラジオ。N. B. C. 長崎放送アナウンサー林田重一です。村山仁です。聞かせられないラジオです。 極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合いますそうよこんな話簡単には聞かせられません歯医者さんもね聞かせられないって言ってるのにえ本当は聞いてほしいんですけれどもツンデレだねツンデレですよそしてね「キカラジさん育成計画」っていうはい私たちのこのキカラジの公式サイトがありましてですねええこれも本当は見せたくないんだけど本当は見てほしいわけですよで本当は皆さんに参加していただきたいわけですよとか イラストとか漫画とかあの音楽とか脚本とかいろんな作品を寄せてほしいなと言い続けておりましたところが、うん、なんと、うん、先ほど私、うん、作品数を数えましたところがこれまでに書いていただいた作品数はい701作700超えちゃった。 ほぼ一年ですよね。実施してえーと、ね、あのねまだね一年経ってない。経ってないの？あのねまだ九ヶ月か十ヶ月入るかぐらいなんですよ。あらまあそりゃすごいですね。私も腰を抜かしてしまいまして。ええ トルセットはめてますよ今本当ですかそれ単なる予通なんじゃないですか、うんですうん、まあそれもあるんですけれども、ねええ、中世の貴婦人のように今締め上げています締め上げてね気持ちも締め上げていこう <laughs>、ね、頑張ってね。頑張っていきますよ本当ですよ、えー、では林田先輩はい。あの言葉をお願いします参りましょう聞かせられないラジオこの番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送 MRT 宮崎放送 IBC 岩手放送 RKK 熊本放送そして NBC ラジオさんが以上5曲をネットしてお送りします インタビュー、あ、あの、ちょっといいですか。聞かせられないラジオ。はい、え、聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。あ、あの、すみません。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオって。聞かせられないラジオ。そうじゃなくて、聞かせられないラジオって何なの。聞かせられないラジオですから。聞かせられないラジオだよね。聞かせられないラジオですよ。聞かせられない。聞かせられないからね。そうそう、聞かせられないって言ってるのに。 さあ今週のテーマは <laughs> 今週こそ、林田おすすめのあれ。ラジオネーム、茨城ダイバーさんのメッセージをたまには私がご紹介しましょう。<laughs> 初見じゃないからね。年末年始と村山さんの飛ばしすぎ、かっこ、俗に言う、無茶ぶりというのでしょうか、かっこ閉じる。に振り回されっぱなしだった林田さん。はい、待ってました。今週は満を持しての林田さんのおすすめ。 リスナーの期待も最高潮といったところでしょうか頑張れ林田アナウンサーそれでこそ日本一の曲アナということで何の話ですかっていうまああの本当は年末年始におすすめしたい作品を私村山ともにご紹介しようということで村山さんの部がほぼ完了し。 え私の方に移行しようというタイミングで、まあ、いろんなメッセージ紹介などの雑談コーナーが入り年末年始は得に過ぎてしまったというシチュエーションなんですけど土地をまたいでしまったということなんですねこれはそういうことですねまた、えー、いで挙句に今のメッセージを紹介されると非常にハードルが上がってしまうわけですよってことはねだって軽く年末年始に見たらいいよという作品を私の中でピックアップしているにもかかわらず「あ<れ>満を持して」なんて言われると。<laughs> どんな作品をまあ紹介すればいいんだろうかって迷ってしまいますよ。しまったよかれと思ってハードルを上げてしまった。おのずと上がっていってますよステージが、ね。大丈夫ですどんどん、ね、日本一だから。いやいやいや日本一わからんって。わ <laughs> <laughs> からない方は過去のアーカイブをチェックしてみてください。はい。えー、それで。で紹介するんですか。当たり前じゃないの。いいんですか。 ま落ちして、あなんなんか緊張するからメッセージでも読みますか。<laughs> いいですよいいですよ <laughs> あのですね、私が実は用意していたのはですね、えー、いくつかあるんですけど、はい、あのまずですね、えー、もう今日の作品は超有名作品です。えー、それを改めて僕の方であのお勧すすめしたいなと思っていて、はいえー、一つは映画作品で、もう僕大好きな映画作品なんですけど、うもうこれ皆さんご存知です。バックトゥザフューチャー。 この3部作をですね、まあ、年末年始、少しまとまった時間ができたら見てほしいなと思って明けさせていただこうと思って <laughs> <laughs> 超有名作でしょ。であのー、今回のですね実は切り口が僕の中にあってですね。な <laughs>、うん、まあ、でしょう こうデジタル時代にななったじゃいゼロから映像というものが構築でできる時代になったでしょ、うん、今はデジタル技術が発達してそういう時代になったんだけれども、はい、そういうのが何でもかんでもできない時代にクリエーターたちはさまざまな工夫をしていろんなこの世にないものを映像化してきたという歴史があるわけですよ。 まあつぶらやプロしかりですね。そうなんです。えー、でそういう、うん、あの制約の中の工夫からイノベーションが生まれてきたと私は思うのでございます。<ー>そういう意味で映像にこう革命を与えたようなまあ。 作品ののつではははないいかと僕はこのバックトゥザフューーチャーに関してて思っています映像面から取り上げてるんですね、はい、今回は,えま,ずはまずは、<え>はい、ですねこれはあの皆さんご存知の通りですね今のデジタル合成とは違って光学合成と言われるフィルムとフィルムを重ねることによって<ー>え現像とかいろんなことをすることによってあたかも本当はそこにないものをいるかのような例えばマーフィーというキャラクターが子供と一緒にいたりとかいうシーンは光学合成という方法を使ってやっているのです。 その後の VFX といわれる技術が発達してきてだんだんコンピューターに変わっていくんだけれどもそれまでは本当にあの光学合成だからあの見ようと思えばこう隙があるわけですねあっこ,これこうやって合成したとばいねウルトラマンなんかもたくさんあるじゃないですか<ー>そういうのとかもあるしそういう隙を見つ,めるのもあの見つけるのもえ見ていて楽しいし同時に これどうやって撮ったんだろうと想像することもまた映像を見る楽しみの一つかなと思うのを、ね、映像面についてお勧めしたいところ、はい、そしてもう一つはですねストーリーがこの「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に関してはとてもやっぱり優れていて、はい、第一作は1985年に制作されておりまして <laughs>、えー、この1985年を起点に主役のマーフィンがタイムトリップをします。はいえー、両親が高校生だだった過去の年だから30年前だねそして で第二作になってくると自分が親となった未来二千十五年これに近づいてきてんのよあと三年だもんねそうなのだからこれだ二千十五年見ることに大きな価値があると思うんだけどねでさらに第一作の舞台となった千九百五十五年第三作が千九百九十年に作られましてこの時代は西武劇の舞台となる千八百八十五年つまりあの一作の千九百八十五年から百年前にちょうどいくというようなうえ設定なのですで見事なのはあの 伏線の貼り方とその回収の仕方が見事<う>そして、えー、時代的文化的背景をですねあのー 企業イメージとといいいうううものののをを使っっててそそ時代を感じさせるるよよななな作りに僕ね結構元祖ではないかと思うんではか思んすよ<ー>実際に例えばペプシーだとか日本製品とかがあの世界にバーッと広まっていた時代に JVC というロゴがあって日本製品なんかお前使っちゃって大丈夫なのかと過去の人が喋るところにこう時代のギャップ感みたいなものをうまく演出しているそう,です、ね、そういう企業イメージというものを逆手に取った描き方というのが見事だなと思って、うん、えこういうところを中 してみるとこのバックトゥザフューチャーっていうのはちょちょっとまあ古い作品になりますけれども楽しいのではないか年末年始も楽しめるんじゃないかと年末年始もね、ええ、三部作いいですね三部作今かなりお手頃な値段になってますしね <laughs> なってますなってます、うん、僕あのレーザーディスクで購入して三部作ともその後スペシャルで出た DVD も購入しましたからね今ブルーレもまた出てるでしょああ私もね DVD とあと VHS ビデオで持ってますけれどもね。あ、ビデオ版ですか。うあのバックトゥザフューチャーの少なくとも。 第一作は紛れもない名作ですね。永遠に残る名作だと思いますね。二作目三作目はね、あのもうとにかく2015年問題ともね、間の間ではもう言われますけれどもね、え本当にそうなっちゃうんで、えあの微妙なところがそろそろ出てくるかなとも思うんですが。そうだね。あのあ本当にこれに近づいたなっていう部分もあるし、かけ離れたところもあるね。1900年1 9 0年代ってもう2000年代ってそれとぶ 車とかかかが出てるイメージってなかったんですかでも確かにいやあのね、うん、存在しといてもらわないと困りますよ21世紀たるやホバーボードとかさチューブの中を走るエアカーぐらいないとね、うん、やっぱりっぱ重力と逆らう何らかの力が僕は発見されてると思ったけどねうん今のところ出てこないね。 ないですね。<laughs> ないですね。<ー>早く商品化してほしいね。早く作ってほしい、ね。でもナイキとかはあの辺でかなり特許とかもと、取ったらしいですよ。もうすでにあの衣装とかを含めて。東京特許とかきょくで。<laughs> そこは現実には長けどね。<laughs> <え>えーまあ、そんな現実感もあるようでございますがこれが一つの映画の,あのご紹介の作品でございました、はい、そしてねもう一個、あのー、さっき言いました制約の中の工夫がイノベーションを生むという切り口でもう一つこれ多分村山さんもやったことあると思うんですけどゲームゲーム。ゲーム ミストってご存知？ミスト有名どころですね。ええ、これをですね、ぜひあの年末年始、年末年始ね、ミストをね、ええやってほしいなと思ってですね、<あ>取り上げようとし,、ねええ、してしたしてたのですよぜ。ぜひ解説してください。これはですね、あのー、実はマッキントッシュ向けのゲームとして1993年にあの第一作が作られています。だから古いんだよね、93年だから。 僕91年入社なので会社入ってすぐの頃のゲーム専門誌かなんか見ていたら裏拍子にとても美しいグラフィックスのゲームが紹介されていてその名が「ミスト」で不思議なゲームだなぁと思ったんですけれどもあのまあ要はですねこれはある島ミストという島を舞台としたアドベンチャーゲームでその世界観が謎になっていてえプレイヤーはそこに 降り立って島をいろいろ散策しながらその謎を解いていくというそういうまあストーリーなんですけれども何が新しかったかというとですねな、はい、なんでですよつまり全全部部が動くわけではないのですいわば写真の連続をずっと見せることによってあたかも島を移動しているようなバーチャル感を味わうことができたんですね。<ー> これは僕斬新だと思うんですよ全部を今は動かせる時代になりました、はい、だけどその時代は、止めの連続でなんとなくそこにある実体感みたいなものを演出しているところがいやすごいなと思いました、うん、さらに実はあれ少しずつムービーが入ってるんですよクイックタイムで動くで、えー、例えば潜水艦みたいなものがあって小窓があってね そのの小窓の風景が動くんですよレールが動いたりとか魚が動いたりとかしてこう小さいエリアを動かすことによって自分が本当に潜水艦に乗っていて移動しているようなバーチャル感を味わうことができるこれは本当にあの当時はスペックもなかったしメモリーもない中で上手に工夫して作ったゲームだなと思ってとても感心した記憶があります。でね もう一つミストの続編で「リブン」というのが出るんですけれどもえこれもねなかなか難しい謎解きとしては難しいゲームなんですがこの二つに言えるのはですね別世界をデザインすることのすごさないんですよ、そういう文化を持ったものって今まで過去全くなかった文化をゼロから構築しているんですよ。文字 えー、数字、うん、音に対する表記含めて、はい、そこから全部デザインしている調度品もなんかね あの本当にそういう文明があったことを感じさせるぐらい緻密に設計されているのがもう見事であの鉄の錆びた感じとかね、えー、本当にあきっとそんな文明があって滅んだんだろうなとかこの機械動かしてみたいなとかんこんな音するんだろうなっていう想像力を喚起させるという意味でこのミストとリブンっていうのはですねとっても面白いです。 であの古代文様のようなシンボリックな文字とか数字とかも出てきてですね、こうアニミズム的なあの非常に魅力もある作品なので、えー、ぜひ時間があったらですねこのミストと、えー、リブン、はい、触れたことのない方はですねもう一度触れてほしいと思うんですね。でミストに関してはですね今実は iPhone とか iPad のねアプリケーションとしてダウンロードできます,すへーへー購入できます有料ですけどなので僕改めてミストをねもう一回 その年末年末始やったたんででですすよあどうでした面白いですねやっぱり面白かった面白いし忘れてるね <laughs> 自分で全部謎解いたんですけど<ー>やっぱ改めてあやってみると結構忘れてんなと思ってで謎解きにね音が絡んでくるところが僕とても好きなんですよ。<ー>風の音とかね,鳥の音とかねちょっとしたクリック音がキーになっていて謎を解いていくっていうこの仕掛けがねとても素晴らしかった。 ミストとリブンは確かね、私もね新人の頃多分林田さんに勧められてちょっとかじった記憶があるんですけれども、ミスト、セガサターンかなんかでもその後出ないそうです、セガサターンとプレイステーションでミストが出たのかな、セガサターンでももちろん出てますね、ソフトはね持ってるんですよ、確か私も、なんか久しぶりにやりたくなりましたね。ン素晴らしししいでリブの美ささと難やねここに今日は その当時出たた攻略本を持ってきましたけどやっぱり改めてねグラフィックス見直すとねもう綺麗ですねって限られたデータ容量の中でいろいろさっぴきながら作ってるわけでしょ、うん、この当時このリブンがですね、CD、が確か5枚組だったんですよ <はあ S 1> でね島を移動するたびにねその CD ロムを入れ替えるのがとても面倒くさかった記憶がありますけど今やもうだって DVD1 枚ブルーレイ1枚ですごいデータ量いくんだけど当時はね やっぱりディスク入れ替えるとかいろんな工夫をしなきゃね再現できなかったんですよね、うん、ロードにかかる時間がねすごくねなんかこうちょっとねだけど苦労するからこそ我々はその作品に対して真摯に向き合うと思いませんそれはあるんですよやっぱねドラクエのワンツーでね一生懸命あの呪文をね最後に書き写してっていうね、うん <laughs> <laughs> そうなの、うん、だからほら最近便利になったけどもの、うん、を覚えなくなったし考えなくなったって自分自身思うわけですよ、うんうん、あこれどうせまたインターネットで弾けばどうせあとで検索できるからもう今覚えなくていいやみたいな感覚ってあるじゃないだけど昔は本当にテレビの前に午後6時に座らなければ番組が見られなかった時代というのは、うん、一生懸命にその作品に対して向かい合ったでしょだから制約があるということはそれだけ人を一生懸命にさせるんじゃないかと僕は思ったわけですね が何かを生むって本当にだからあの三代話とかでもねそうなんですけれども、うん、何やってもいいよって言われると一番難しくって、まあ、例えばそのご飯食べに行く時でもね何食べに行くあ私何でもいいって言われたら一番困るのと同じなのかなとも思うんですけれどもね、うん、で何でもいいっていう人に限ってこれ連れて行くと「うん、えー、中華?」とかったりしますね「<laughs> <laughs> お前何でもいいっつったじゃねえかよ」っていうことはよくあることですけどね。<laughs> なんてこったい <laughs> はい というのをご紹介させていたただきましたお<ー>あいかがいかがでししたかといいう感じがいたします、ね、その他紹介しようとしてたのはですね、はい、まあこれはあの先だけ、あのー、改めて我々の多分ベースになっているところもあると思うんですけど「スネークマンショー」という、えー、企画ものがございまして YMO などもね、えー、本当に含めて、あのー、大変我々の世代は聞いたわけですけどもこれやっぱり復刻版出てますんで、はいえー、今の若い人も含めてですねこの YMO をぜひですね聞いてほしい。 あのお父さんお母さんに聞かれないように気をつけてそれこそヘッドホンで聞いいてくださいね、うん、これを中学生聞いた時びっくりしましたもんねだってやっぱりどこかわいせつだしどこかドラッグの匂いがするし危ない匂いがするそういった笑いって、ね、当時なかったんですあ<ー>ドリフや金ちゃんにそういう笑いはなかった。 まあ歪説な方はちょっとあったけれどもそれとはかなり違う匂いのする笑いだったんですあのね突き放した笑いなんですよね、うん、あの分かる人だけ笑ってくれればいいからみたいなねところがあってねしかもそれが音声だけで想像力を喚起するというとても優れたまあ台本もいいし演じてる方もいいし、うん、音楽もいいし あの私たちも含めてねいろんなクリエイターに影響を与えている作品ですね、ね私はもうその後のラジオの音作りの原点になっているのがやはりこの「スネークマンショー」ですのでそうですか復刻版出てますので、えー、ぜひ聞いてくださいね、あの急いで口で据えとかですね、に気をつけるあたりが僕のすでこう言ってわかる方はまあ40代ぐらいだと思うんですけどね。ええ 僕はナイさんたちが料亭に行くのが好きですけれどもああそうですか <えー S 1> やっぱりみ <まあ S 1> 皆さんそれぞれ好み違うんですねえではこの辺りで音楽を一曲お送りしましょうはい、はい、NBC アナウンサーズが歌いますが当時新人,新人だった安井茂之君が取り組んだこの歌でございます本番から回り

お前が聞かせられないラジオをやったんだな聞,聞かせられないラジオじゃありませんネタは上がってんだは除しろだから聞かせられませんおふくろさん今年歓還暦だそうじゃないか <laughs> 泣いてるだろうな <laughs> どうだそろそろ聞かせてみないか聞かせられませんもう悲しませるのはよそうやだからだんだん聞かせられません 寂しいなでもね私はこう思うの私が今両手に持っているバケツいっぱいのフナムシはこの重みだけは本物だって現実そのものなんだってじゃあみんなのところにも現実感をばらまきに行くからこの曲聴きながら待てくる メッセージ実はたくさん頂戴してます、はい、ラジオネーム荒らおじさん,ん先日仕事での移動中にラジどんぶりを聞いていたら、はい、話を流れで村山さんが<い>男性のほとんどは髪の長い女性が好きですみたいな発言をしていて、はあ、ふと足立光さんの漫画三きで鹿島みゆき派か若松みゆき派かという議論を思い出しましたはあ、はあ、お二人はどちらですか村山さんは長髪がお好きなんですか私はポニーテールでしたよね ポニーテールも挑発に含まれますから、やはりね挑発は挑発的っていうぐらいですから。ら <laughs> 感じが違いますけど。ビン,ビンビンきますね。そうですよ。僕は単発ですね。やっぱキカラジタンを前にしてそんな挑発派なんて言えませんよ。キカラジタンは<あ>ショートでしょう。ショートかな<ョ>オカッパってのはどっちに入るんですか、ね。ショートでしょう。これはどう考えても。ガモガモト君どうショート？あ、二対一だ、はい。ごめんなさい負けました。キカラジタンまで含みます。配車 <laughs> さんもう若松さん。若松さん。 若松派かなどっちかっていうとあ鹿島派はどっちだっけ妹の方だっけ妹は若松でしょああそう妹の方。うは妹の妹属性がまた加わりますからだし僕勝ち気な人が好きですから基本的にああそうでしたねすごい優しくて従順な感じの人に憧れるんですけど今まで付き合った女性は必ずしもそうじゃないですね自分の経験から言ってそうですか勝ち気な人が多いですね えー、ラジオネームぐるうめさんです、はいえー、先日の大雑談大会ではメッセージをお読みいただき誠にありがとうございます、うん、年末年始進行でドタバタ ありましたけど、えー、YouTube で121回の G ガンダムの回まで見終わりました本編以外が本編とおっしゃる方もいらっしゃいますが <laughs>、はい、確かに本編よりも他の時間の方がお二人が生き生きとだべっている回もあって楽しく拝聴させていただいております拝聴ですか拝聴です えー、その121回で村山さんがメイド服大好き発言をしていましたが、うん、長崎市にもメイドカフェがこそっと大きな看板を出して営業しているのはご存知でしょうかこそっと大きな看板をどっちなのかよく分かりませんけど行 <laughs> ってみたらいかがということなんですけど、ね、我々の YouTube you での配信はですね自分たちで言うのもなんですけれども大変に楽しいと思いますので <laughs> ぜひラジオを聴きの皆さんも一度アクセスしてください はい、長いですけどね、長いけどね1時間以上はずっと喋ってますけど、きっとあの見応えあると思いますから、無ですよ見,見応えはあるね、見ある後半に素晴らしいイラストの数々とか出てきますし、さてお別れの時間となりましたが来週は、はい、来週は村山おすすめの漫画となっております。はい、ご期待ください、はいは 何をご紹介するかは今から考えます、うん、はいいやでもきっと力が入ると思います、はい、お別れの時間です聞かせられないラジオお相手は林田シェと村山ひとしでしたそれでは皆様ラタ毎週 えそんなこんなでちょっと一部あの音声というか音楽が出なかったのはですね著作権上の問題は全くないんですけれどもちょっと機材的な設定がいつも違っておりまして実はここからもう一つユーストリームで配信する番組がねえ今 NBC の方では「アップアップアップ」という番組ができております。 「あアップアップアップ」って言うとオボてるみたいだたからダメ」って言うんですよ「うん、アップアップアップ」って言わなきゃいけないんで、はい、それをやっていてその設定になっていてその際には音楽があの出ないような設定にしているのでそのままになっていたといういきさつで、えー、今日はちょっと音楽が一部、えー、途切れましたはい、はいえー、というわけでございます安井さんの歌声を全部聞きたいという方はぜひ、えー、ポッドキャストでダウンロードしていただくと<ー>これはカットされませんのでなるほどなるほどそうですよ ポッドキャスト、そうそうそう。今度の土曜日の四時半からってことですね。あ、そう、ダウンロードできます。ああ、それはいいこい嬉しそうに。いやいやあのね、やっぱり今あの YouTub ームをね始めて、で YouTube でもアップされるようになって、なんとこの私たちが番組開始当初から取り組んできたポッドキャストちゃんのです。はいはいはい。ななんかこう立ち位置が微妙なところにいっていたなと思うんですけれど、ちゃん付けですか？可愛いですか？ ポッドキャストちゃん。ポッドキャストちゃんがですね。ポッドキャストのキャってところに、僕は模様を感じるわけですね。あ、そうね、確か。にね、ポッドのドっていう音もいいね。ド、ね。ド、ね。ポッドでもいいね、僕の中。であの、ポッポっていうのが、惹かれますね。ポッポッ、ポッポッときらめいて、ドッと、こうちょっと足をふっと踏んづけた感じがね。キャみたいなね。 ほんとね <laughs> ポッドキャストっていうかわいいかね私たちもね何にでも燃えることができるほんとねポッドキャストっていう言葉だけで燃えるっていうのか彼り上級者やねやこれはもう来ましたよ彼妄想しとるね俺らね、はい、や,やばいんじゃないか、えー、ぜひ皆さんもお試しください さんが懐かしいこと書いてらっしゃって確かに僕は何がって言ったら相田さんはナウシカに叱られたい人って突っ込んでらっしゃるんですけどそうでしたねダメとか言われたいんですよ叱られたいんでナウシカに叱られたいんで発言しましたそういうことそうだね僕はねくしゃな殿下に罵られたいですね生きてやがったぜみたいな感じでねびっくりですよね黒虎さんもね本当にくしゃな殿下ね確かにね えー、彼女はでもねあの美人ですよね。美人ですよね。はい、あれはどうですかあのクラリスとかは助けたいとか思います あ助け<ら>助けますね。助けます。体張って助けようと思う。やっぱり助けます。もう腰が悪くても無理しますよ。そう僕その辺体力自信ないんだよね。<laughs> 体力とかがあればね、本当に助けたいと思うね。あでもね、あのー、ルパン三世カリオストロの城はですね、えーえー、やっぱりあの思春期の頃公開だったでしょ。はい、私たちね。えー ああいうあのルパンとか五右衛門とか次元とかああいう頼れる大人になりたいなーって本当に心の底から思ってましたね,ね<え>憧れましたよ、まあ、もちろん男女平等っていうことは言うんですけれども強い男でないといけないと思いましたよ僕自身がやっぱりね思いましたか思いましたね宮崎アニメを見るとコナンもそうでしょ、うん、そうですよラナを一生懸命守るでしょうそう男はやっぱり女の子を守んなきゃいけないと思ってそしてあの 可愛くて気投げで芯が強い女の子と出会いたいと思っていましたね出会いたいと思ったけどねなかなかいなかったね <laughs> <laughs> そして行きついたのはナウシカに叱られたいですからこ <laughs> の有様ですよ <laughs> これが現実ですよ私はクシャーの殿下に罵 <laughs> <laughs> 小さい頃は、クラリスを守りたいとか、ラナーを守りたいとか、そういう男になろうと決意したはずなんですよ。もう今はね、部下その1でいいなって。<laughs> そうだね。成長すると、そうなんだね。いや、我々も大人になりました、林田さん。そうだよね。<ねえ S 1> だ、ある意味、宮崎駿さんって、ある程度年齢いってから、ああいう作品を生み出せたっていうのは、すごいことですよね。 彼はね心の中に燃えを持つ男ですね。すごいですね。燃え燃え燃え焚きってますよ。俺はあんな美学持ってたはずなのに燃えたぎりすぎて枯れちゃってね。燃え燃え付きちゃった。燃え付きちゃったね。燃えかすがスプスと今形になってますよ。お手に取ってご覧くださいませ本当に。いやいや参りましたね。しかしですねあの皆様の情熱の数々が。 公式サイト上に寄せられていますので、はい、林田さん、えー、そうですよ紹介しなければいけません、えー、今日も105でございます <laughs> 皆さん方覚悟はいいですか今日六6時まではかからないんじゃないかいかからないこの時間からいくとねまだ洗うもならない時間ですからねえー、えまあ t w i でも皆さんね、えー、クラリスはもちろん助けるというねああ西川先生も大人になるってそういうことなのねと西川さんも同じお気持ちだと思いますけれどもねやっぱくしゃな殿下には罵られるやっぱ直しかには叱られるぐらいの感じ 感じですよねナウシカはやっぱり罵らないよねああそうですねいい人ですからねいい人だからねでも性格きついのはナウシカの方がきついと思うよ多分あそうええいろんな意味でナウシカの方が多分性格は芯が強いしね絶対譲らないと思うね掃除当番とかサボらない人ですサボらないと思うね俺は中華食いたいんだけどって言ってもこの人は和食って言ったら絶対和食だね今日は和食体に悪いわみたいなねね中華ダメってあ 中間が体に悪いって言ってるんじんでそうそういう意味じゃなくて。語弊があったかもしれませんけれどもね。<笑><笑>そうそう。<えー S 1> これがいいって言ったら絶対芯を通すタイプだと思いますよ。ーデートなんか大変そうですね、ナウシカはね、やっぱりね。ナウシカとデートって、やっぱりなんかこうハイキングとかそんな感じになるんでしょうかね、やっぱね、<laughs> <laughs> 自然に行きそうな気がしますよ。あでも自然に連れて行くと 彼氏はもうそっちのけで彼女は多分奉仕とかいろんなも集め始めますよ多分きっとこうやってああそうねデートなりませんよそれはあるいはなんかこう畑に耕しに行くみたいな<ー>なんかね<ー>今日は一緒にさつまいも掘りましょうみたいなだそういうのとは真逆のところに連れてった方がいいね,ねそうするとあの自分の方にこう視線が向いてくれるかもしれないよ奉仕に勝てる自信がないものパチンコとか <laughs> 真逆ですね。ナウシカでもなんかナウシカなんか目押しとかできそうですよね。あ<ー>こことかパンパンパン動体視力が動体視力がすごいですからね。パ,ッパ,ッパ,ッパッって止める感じがねあるかもしれないね。<ー>パチンコかどこカラオケボックスかどうだろうね。カラオケですか。はいかすね、なんかすごく合唱団みたいないい声で歌いそうな気がしますけど、ね、そうだね。ナウシカはね。古い伝承歌とかね知ってるかもしれないね、うん、あの人はね。えーえー、クシャナは一緒に飲み行ってもいい感じがするね。 はあうん、先に寄った方がいいかなクシャナと行くんだったら先あの向こう側に先に追われるとちょっとダメだねずっとのろしられて終わるな、うん、なんか酔いそうにないですねあの人はねクシャナさんね強そうな気がしますよそう男勝りだもんね、うん、あの人ね、うんうん、妄想は広がりますな広がりますよねさあそんなこんなで絵を紹介してまいりましょうか <laughs> えっとはいまずはこちらからです風さんの作品ですなんと曽根山ロボが来 器用に起き上がり仲間になりたそうにこちらを見ている仲間にしてあげますかと、ええはい、ドラクエ風にバッグがメガネましているのがなん、ね、何とも言えませんねこれは一連の,あの年末のその山ロボ祭りの流れの中でねさまざまな作家さんがさまざまな形でその山ロボをアレンジしている一作品です、ね、素晴すねらしい作品ですね,すね風さんのアイディアはいつもすごいですね,ね風さんは本物のこうなんか体裁というかもうリアリティがものすごくあるんですよね 器用ですよね。えー、本当にね、えー。本当にプロのデザイナーですよね。はい、えー。では次どんどん行きましょう。はい。はいえー、明けおめことよろということで、はい、長月みそか先生からですね、き、うん、からじクラスター向けに新年のご挨拶と。ありがとうございます。はい、今日もご覧になっているのでしょうか。ちょっとね<ん>長くあ、さっきはねいらっしゃったみたいですけれどもね。はい。ありがとうございましたす、ね。えー 素敵ですね,、ま、たね上<う>上から見た感じがね僕はこの足の開き方がたまりませんね,ねそこに目が行きましたかはいこのあのふくらはぎの間に空いてる空間ですねここのところとちょっと内股気味にいちいち空間に目が行く、ね、そうですよ空間大事ですよ、ね、あのこのこの場合もウエストと右手の間に空間がありますありますね、ええ、これによってこうボディーラインが強調されますですねラインがね,ねそしてこの内股気味っていうところがいいですな 内股燃え。え、内股燃えますね。王脚系のね。<laughs> <え> <laughs> 次行きましょう。はい、渡辺直さん。はい、はいえー。ランドセル木から時短。はい。はい これは一連のですね、大根3、大根4にインスパイアされたラジコンシリーズというのがですね一時期、ムーブメントとしてありまして、ラジコンねその流れが飛び火してここに来ていますね。なるほどプロの方々が描くとこうなるんですな、ものすごいですね、ああすごいね、チュドンみたいな、確かにこういうワンシーンがございましたですね、ランドセルからいろいろ出てますよ。素晴らしい 次いきます。はい。なんか書いちゃったという高山瑞穂先生ですが。なんか書いちゃったレベルじゃないんですよね。<laughs> あ、あの、長月溝香さんがい,いらっしゃいますね。すってはい。えー、高山先生、そかが正しいんですかそかが正しい。溝、溝香。 樋口平板が正しいってなんかいつだったかツイートされてたようなそうです僕の記憶では頭高のみそかが正しいという印象があったのですがはい。どっちか教えてください深井、えーはい、ご回答が多分三十秒後ぐらいに上がると思うんですけどね樋、はいえー、そして高山みずほさん深井み,み,みずほさん深井み,み,み,みずほさ <laughs> おもたが国みたいなやつけ <laughs> みずほさんはい。はい この動きのある、はい、この本当にやっぱり少年漫画のですね醍醐味が伝わってきますね、ええ、高山先生はねもう最近一枚描くたんびに本気出してらっしゃるので、ええ、なんともまあ眼福なんですけれども、ええ、そうですよね素晴らしいこれはほらこの,あの後ろの線によってまっすぐ走ってこなかったっていうことがねもうくっきり分かりますよねあ<ー>キュッとカーブしてきてねこっちに向かってきてる感がねあ,<ー>ありますよね そして大きく振りかぶったあのハンマーね、ええ、今トンカチとハンカチとハンマーが頭の中で混ざってしまいましたが、ええ、でやー何を殴ろうとしているのかというと多分次に出てくる絵のこのロボットだと思いますどうぞなるほど <laughs> かっこいい、ええ、すごいよねこれ園山ロボ祭りでしょその山ロボ祭りの一環ですねすごいな もう何かの設定画みたい。はい。このまんまね。これやっぱもうアニメ化してほしいよね。その山ロボってね。胸に沿って書いてます。なんですよ。そうなんです。一気に書いてあるんですよ。これが素敵ですよね。あ、えっと、美空先生から美空ひばりの美空と一緒です。美空ってこと、は平板ですね。平板の美空か。ということですね。美空ひばりじゃないですもんね。美空で平板なんですね。ありがとうございます。はい、わかりました。美空さん。そして。 私最近はダブルウエストと呼ばせていただいていますが西村先生と西川先生でダブルウエストですおお両両巨頭西川先生が書くとこうなるなるほどあおりですはいはいはい背景には園山ロボが滅ぼしたいえいえがああ巨神兵もびっくりですなこれは怖いですよこの目つきええええ ゆゆらゆらとね園山さん本人もなんかかっこよすぎてちびりそうですと、ね、こうやっぱりこう燃えた都会のこう灼熱っていうんですかこの熱みたいなものがね、うん、それがねエイく君ちょっと待ってね蒲本君ねまだ絵を変えないでねこの西川先生の絵なんですけれども、ええ、なんとこれがねこれがびっくりなんですけれども、ええ、園山ロボムーブメントが起こったから描いたんじゃなくて。 で、たまたまこの絵を描いてたんだって。ええね、あの1枚の紙に木から時短がらみの絵をたくさん描いていた中の一角なんですよ。はい、で、えっ、ー、と英治君、次のイラストを出してください。は,<ぁ>はいで、次の絵がですね。はい、あのー、はい、次の絵出ました。これが紙一枚の全体像なんです。はで、あのー、これだけの絵を一っぺんになんとなく描いてて、ええ、そしたら。 西村さんとかがその山ロボの絵をアップしてたから、あ、そういえば俺も書いてたと思ってあげたんだって。もう<ー>だから木からじクラスたにはね、はい、何かが起こってたんですよ年末年始らら。それぞれの脳内に多分その山ロボがいたんでしょうな。いたんでしょうね。なんか送ってきてるね、その山ロボはね。電波来てますよ。来てるね。来ちゃった。うん次です。やっぱ描きやすいのかな、モチーフとして楽しいのかな、皆さん。 本当に園山ロボお会いしたことないんですけれども似て,似てるんでしょ園山さんでさご本人<え>ご本人は否定するんですけどね <うん S 1> 似てますよ。<laughs> 木月さんが描くとこうなるというは<ー>いさあこの木月智信さんがお描きになった <うん S 1> この園山ロボをずーじーっとね <うん S 1> よくご覧いただいて次の絵を見てみましょう。<うん S 1> なんと時田光一さんがリファイン。うん これも本気の仕事ですか本気の仕事ですよねこれもねかなりもうこの山ロボに関しては皆さんかなり本気の仕事をしてくださって強化型その山本気ですねすごいですね元服を頂戴いたしましたよでこの時田先生の絵をじっとご覧いただいてまた次の絵を見ていただきましょうなんんと風さが リファインしてブラッシュアップしてねえ要するにあの設定画をデザイナーの設定画をアニメ設定用にリファインしましたみたいな風さんの風さんのこれがまた本物っぽいんだもん本気の仕事ですねすごいわそしてさらにさらにこれがまた気づさんのこうなるんすこれすごい連携ですよねねえのづきさんのところにデザインが戻っていってさらにカラー化してしまう しまったというですね。すごいことですよね。このなんかほらこうバトン渡していくみたいな感じはね、あの駅伝の美しさと似ているものがありますね。美しい。次から次に繋いでいってね。やっぱね年末年始は駅伝シーズンでもありますけれどもね。本当だね。助けを繋いで。いやきからしでも助けがつながれましたね。つなぎましたね。そして次変化球が来ました。<laughs> はい。えソネヤンマーロボツーというですね、はい。 <laughs> これも美しいですねえちょっとあのゲッターロボー的な雰囲気でしょうかね、はい、これはねマジックハンドとねまたこのなんかね、えー、ワインオープナーがついてるところがいいですよね、えー、ジェットクナイフですねやっぱりこれはパーティーシーズンだからねワインオープナーにクリスマスボーっていうのは欠かせませんよちょっと浮かれた感じですよこの足元ううん、うん この二本の棒が内側についてますよね。はい、これは昔のあのゼンマイで歩くロボットのおもちゃ。プ、はい、ラモデルとかのイメージから来てるでしょうね。えー、素晴らしいですね。はい、<ー>そして次です。西村さん突っ走ります。ーはい。その山がゼット。はい。これも僕はアニメ化してほしいですね。<laughs> でで煙突みたいなところからこう水蒸気が出てるでしょ、シュシュってね、このまた信号がいいんですよ、このシグナルが美しいんですよ、ね、受け継がれていますね、このシューシューがね、えー、素晴らしい、えー高。高山さんから始まったのかな、このシューシューこう、蒸気をすね。あの、ね、冬の対決、ね、決闘でしたっけ、この楽しそうな木から時間ですね。 素晴らしいですね。<laughs> つってこれ本当いいな、見飽きないな、この絵は。ね、で、その山ロボ、今度やっぱりお腹のあたりにね、ソってちゃんと書いてるんですよね。これもアイコンですね、ソっていうのはね。<laughs> で、このかた、カタカナでじゃなくて、ひらがなのソっていうのが素晴らしいですね。で、このその山ロボって、うん、こう目が単純にまんまるなんですよ。<ー>で、この丸にね、またね、こういろんなね、そこは。 かとない哀愁を感じたりこう何て言うんでしょうかこう悪いことを企らんでそうな雰囲気だとか想像するんですよこの「丸というので。あ,あのかつての石森章太郎先生の昔のその機械だの頃に出てきたアンドロイドとか<ー>それからサイボーグたちの顔に通じるところがありますよねあの目が丸くて、うん、縦のラインが2本入っててっていうとこね。 やっぱりの文化に通じますな日本の受け継がれていますいろんな表情をそこから読み解くことができるというですね素晴らしいですな次ですちょっと私のほうでレイアウトをいじらせていただきましたちょっと小さくなりすぎたので少しオリジナルとはレイアウトが変わっておりますなるほどはい矢野健太郎先生はですね園山さんのアイコンに注目されてはいちょっといじってみたとこうなるのではないかとハハハハハ <laughs> あすごいですねガコンとン頭にあの角山さんがかなりアイコンを頻繁に年末年始変えてらっしゃって、ええ、いじってらっしゃってねその中の一つですね鏡餅バージョンからねもういろんなね語弊が出たりとかこやっぱり肩から出てるのはこれはあれでしょうねあの門松ですよねもちろんね ですね、えー。素晴らしいですね。しかしこの門松も強力な武器のようですね。打ち抜かれたいですねこれで。実にね、えー。まあ武器のようで実はシシオドシ的な水がチョロチョロ出るぐらいのものかもしれませんけれどもね。素晴らしい,い。ハルンケアの CM で使われてますけどね。こういう竹金、ね、なんかね。<laughs> そして矢野健太郎さんの <laughs>、はい、ガショウ <laughs> <laughs> 出ました。<laughs> もうね、カラーバージョンです。幸せな気持ちになりますね。あの矢野先生。 ええー、矢野先生もかなり本気で落書きをなさっていらっしゃいますね、はい、<laughs> そうです <laughs> いいんですか先生本当にいいのかなありがとうございますもうこちらはありがたい限りなんですけどね、えー、手を合わせております、えー、普段のお仕事に本当に差し支えはないですか大丈夫ですか先生ありがとうございましたそして次です木月智信さんこれ写真のご紹介ですが、はいはい、え木月さんが えー、年末にお作りになったですね、うんえー、同人誌になんと木ジタンドール自らがサインをしているというねあ素晴らしい素晴らしいですはいあの巫女服バージョンになってますね木ジタンドールはね、えー、あ高校生が大きなあの書を書くというあの取り組みがこんな感じになってますなああ<ー>ほみたいな大きなね,筆でね確かにねえーー止めはねって感じになってますね,、えー、ますね素晴らしい、はい、次行きましょう渡辺直部さん ラジコン4を投げ飛ばされたその山ロボが後ろにあって手前でガッツポーズをするお人になった木原さ、うんとねこれがああなっていくわけかそれがああなるわけです今日はちょっと紹介できないんですけどねはいえーえー、アニメーション版もございますね、はい、ーなるほどね、はい、次です ソネヤマンガ Z 強化型 <laughs> <laughs>、えー、肘からドリルミサイル出してます。<laughs> このなんか当時のこう題材をね、こうやっぱりスッと再現できるところがすごいんだよな。 この、なんか、こうね、当時の永井豪さんのデッサンを彷彿とさせる。それっぽい絵をお書きになるのがすごいですよね。すごいですよねこれでほら、羽の上の辺に、こう、黒い四角い穴があるでしょう。はい、ああいうのは、やっぱり必要なディテールですよね。こう、材質を感じますね。はい、子供の頃、描きました。こういうところ、なんか、妙に組んだもんね。大和で言うたら、あの、ほら。 波動砲の中のあの線とかね、うんはい、ああいう,こう細かいディテールってなんか描きたくなるじゃないですかわかりますね、えー、そこに精密感を感じるんですよ、ね、感じるんですよ精密感そうですね言えて妙ですね、うん、そうそうそうはい次ですこの絵がまた素晴らしいですね<ー>ラジコンフォームーブメントの一環ですね、はいえー、飛んでますハンマーに乗ってオリジナルは何に乗ってましたっけオリジナルのバニーちゃんが乗って のはいやいや、えっとねとミサイルミサイルだったかな、何人乗ってましたかね、ねえなんかね、乗ってましたねサーフ、こうやってサーフィンみたいにしてね、乗るという絵が、超有名な絵がありましたけど、えっと、おおおお思い出せないね、ねあの妙に浮遊感のある、す素敵な絵でしたけど。 何家に帰れば分かると思けどね、思い出せないな。そのうち誰かがツイートしてくださるでしょう。これも動きのある絵ですね。素晴らしいです。ありがとうございます。そして、矢野健太郎さんから、等身大での強化案。えー、その山座坊がその野坊がみたいな感じ。ここはやっぱり変形するんでしょうかね、このバイクは。当然でしょうね。 この顔がどうですか？皆さん運転していて、バックミラーにこの顔映ったらどうですか？ちょっとね。道譲りますね。ちょっと先行ってください。って気持ちになりますね。なんか見たいですね。見たいね。追い抜いていくところをね。あ、追い抜いていくところをね。そうだね。横の姿見たいね。後ろに走られると前しか見えないからね。抜いていってって感じになるね。確かにヤ本先生ありがとうございました。そして。 カッキーさんですはですね木からじたんとの山ロボの関係をプラレス三四郎的なものに持ってきたとバトルするわけですねの、ええ、山ロボは、ええ、<laughs> またこのカッキーさんの絵の本当魅力的ですよね魅力的ですねうんカッキーさんのお書きになる漫画を読みたいですねうん,うんあのまたね色の指定がねとても繊細であの魅力的なんですよねセンスを感じますね、うん うん、先生というか、プロの仕事ですよね。ええー、ーよーく見るとね、えー、あの胸の。木の字も若干アレンジしてありますね。道具があれば、こういうの書けるようになるもんなんですか。 あもちろん林田さんもカキーさんと同じ道具を使えば同じ絵が描けます <laughs> そうですか青い炎的発想で <laughs> 当然でしょうねやっぱ道具からよね,ね道具でしょうねいやいやそんなことはないです腕は二の次かな二の次でしょうね<ず>カキーさんは両方ある方だと思いますけれども、ね、<laughs> 皆さんそうなんですけどね <laughs> みんなねどうやら描けるのかなこんな上手にな次です 出ました渡辺直部さん、みんな私の番組を聞くのよ、毎週土曜の10時からなのということで、うん、こ,れこれはもうひょっとしてあの番組ですか。二十五25歳の気から時間、あの番組、アップアップアップはい、正月になっても髪を紫色にしてなかった25歳の彼女ですね。私もですね、うん、あの子と一緒にラジオ番組をね、毎週2回、4時間ずつやってますけれども、ええ、もう番組になりませんでしたよ、もう頭にきて、なんで髪が紫じゃないんだ。そうえどう渡しましまた ちょっとこれつけなさいよっつって。当たり前じゃないですか。これ着なさいよってこの衣装渡した。ええー、いや、その時はちょうど私が着ていたので。使用中か。使用中だったんだよ、ね。しょうがないな。村山さんが来た後じゃ嫌ですって言われて。そうか、うん。そうかって思いましたね。ね諦めた?うん。それもまたちょっと悔しかったですけどね。ねうん、ぜひアップアップアップも皆さんご覧になってみてください。はい、毎週土曜の夜十時から生放送ですよ。はい、ええー、ユースリムもやってます。次です。晦日先生、また来ました。はい、うん。 これも感動しましまたね本当にあのデパートの屋上とかにこれありそうですよ。であのご本人もツイートしてらっしゃったんですけれども、ええ、この目線がね、はい、お父さん目線なんだそうですねはいはいはいええそこまで考えていつも書いてるんだって<ー>誰が見てるものなんだなるほど、うん、はいだからちょっとあの上目遣いなんですよね、ええ、木倉時んもねええ あだからなんかこう写真撮りたくなる瞬間なんですねこれねちょ,ちょっと「はいはい」って待ってってパシャって撮りたくなるじゃないこの絵を見てそうそうそうこれ,これかね嬉しいだろうな乗れたらな乗りたいなそんなうまロボ <laughs> こういう10円ぐらい入れたら1分間ぐらい動くのがね うん、どういう動きなのかなこれねやっぱり上下とあとまあ前後でしょうね実際にはこういった乗り物はデパートの屋上にはありませんので私たちにできるのは本物の園山さんに乗るぐららいでですすそうだねあとで園山さんにガコンガココンンと言ってもらえば大丈夫です、うん、このまま動いたらまあ普通だけどもさこれ体が動いたら怖いよね10円入れたらねニョロニョロ腰のあたりがモゴモゴ動いたりなんかしてリアルにね。 足がぐっと下がったりとかさ。それはまた、あの別のジャンルに。別 <laughs> のジャンルになってしまいますか。<laughs> それはそれで怖いマシーンになってしまいますね。<笑><笑>えー、次のマシーンもすごいですよ。すすよまた高山先生が本気な。<laughs> <laughs> 本気なことをやってますけど <laughs> 皆さんが一斉に本気だとリツイートしたという <laughs> 本気出しすぎとリツイートされていました高山瑞穂さんの「ブルーキカラ時短カスタム」高山先生といえばですね、ええ、やはりあのガンダム関係の漫画をいくつもお書きになっているんですが、はい、その中の代表作の一つが「ブルーディスティニー」といわれるね強化型のジムなんです。それをまあモチーフに 木からじたん用に色も含めてカスタムしてらっしゃるということなんでしょうがいろいろと見ているとあちこち細かいんですもちろん,ん1233と入っているしい我々の NBC ラジオの長崎の周波数ですねはい,はいええ元服でございますで次がまた これで終わりじゃなかったブルー園山カスタム <laughs> このカラーリングを皆さんの目に馴染んできましたねしかもねこれよく見ると、えーえー、先ほどのキカラジタンカスタムとねあちこち細かいディティールが変わってるんですよ<ー>単なる色替えじゃないんですーーなるほど、えー えー、詳しくは皆様公式サイト木原地帯育成計画でじっくり見比べてみてくださいもう皆さんのイラストレーターとかのフォトショップとかいうアプリケーションにはもうこのグリーンがもうデフォルトで入ってんじゃないかって気がするぐらい増えましたね最近はね色合いとしてね見慣れてきましたね <laughs> この緑ね <laughs> これいいんですよこの緑がまた <laughs> はい次白黒です勝俣ノルマさん「私はお金で動く」ねああ ランダムも金で動くよね結構ね。あ、そうですね。人生において金が一番大事。金でしょうね。えー、あのまあお金のその色とかね、うん、数字にもよりますけれどもね。えー、折り曲げられる方が好きですか、ね。折り曲げられる方がやっぱそうですね。えー、紙製品が好きですからね私は何か,かです、ね。かさばらないタイプ。うん、えー、でもこのロボは十円で動くみたいですね。<laughs> よかった。<laughs> はい。はいえー、勝俣のるまさんそして次も。 パロディーものででゼ<お>ゼロゼロナンバーズですわー豪華な『ゼロゼロナンバーズ』はいえー、まあ上になってるのが木からじたんでん残りの3人はどこかで見たことがあるような人たちがどうですか <laughs> これ我々自分自身がですよこうやってこうアレンジされるって嬉しいことではありませんか嬉しいですね,ねえ幸せだね <laughs> と幸せだな。次も出演させていただきました。気づき友信さんの <laughs> 本当にありがとうございます。君が気に入ったならこのラジオを聴けということで。美しいかね。私はやっぱですね<ー>このあのキャプテンハーロックの世界観に大変憧れていたというのは、うん、アルカディア号の中では暇の時はプラモデル作ってい作ってるでしょ。うん、あそうなんですか。覚えてない。そうそうなんです。あ,あそうでしたっけ。プラも作り放題なわけですよ。<laughs> だからあのほら私プラモデル持ってるわけですよ、はあ、なるほどねもう憧れましたねそう僕はあの松本零士作品に登場するこの女性の長いまつげに憧れましたねまばたきするとばさばさ言いそうなね、えー、私は本当に目がちっちゃくてもうねだめですからこパチッとした目じゃないですから憧れましたね目が大事ってあの松本零士先生も当時おっしゃってましたね、うん 何かのテレビ番組テレビだったかな松本零士先生がこう自分のご自分の絵を解説されるわけですね 2>、うん、0 2ミリラインがずれても印象が変わるんだって言っておっしゃってました<ー>で0 2ミリ変わった絵をこう、まあ、見せてくださってね、ええ、私にはよく違いが分からなかったんですけれどもでもあのあそ,うそうなんだってこう0 2>, <laughs> 2ミリですか、うん 子供の時はそうなんだってもうめちゃくちゃ感心してました昔の造兵局であの原版作られる方紙幣の原版作られる方は1ミリに10本線が引けるって言いますけどねそうですそういうテクニックをお持ちのようですそういう方は多分米に反乳心経をかけるすねかけますね松本レイジ的女性のまつげも正確にきっとかけますね ぜひ造兵局の皆さんあの書いてみたら木川さん育成計画に投稿してみてください。造兵局自体がありませんけどね今ねお待ちしております。次です。はい。また別のムーブメントがキャシャーン的なその山ロボ。ええ。味方につけてみてはどうかと。おお。ね。喧嘩してないで。敵になったり味方になったり。そして敵になっているのは。 林田村山がアンドロイドになって、向こうから迫ってきていると、はい。僕はこの敵魅力的ですよ。この線は非常に。ええー、このは本当にあの。ねえ、円形、近形、両方素晴らしいですね。うん。ええー。で、これなんか、その山ロボは、なんかどこかこう信用できない顔してます <laughs> なんか裏切りそうな、ね。な裏切るか、大失敗しそうな。そんな予感がしますね。えー、ねえー、結局、きから時間がハンマーで。ええー。あ。 木原さんもね、あのルナーになってるんですね。やっぱ髪型がね、サイドがこう伸びて、えー、ゲコまでございますね,すね、えー。西川先生のパロディがまだ続きます。はい。はそ、い、の山竜。これかつてあの木原実たんの方でありましたですね。この竜シリーズはね、かつてね。大空竜ガーキングシリーズはですね。えー、はい、えー。で、あの <laughs> この顔がその字になってるんですけれども、うん、えー。 イーテとも読めるんですね。ここにイーテかあのあいたたんたんのイーテってことね。なるほどね。そうだね。見えるね。で、あの基本大空マリウガイキングは普段ガイキングは変形して大空マリの顔になってるわけですね。普段は。じゃあこの木花しさんは普段はどうなってるのかという質問を西川先生にぶつけた勇者がいらっしゃったんですが、西川先生の答えは どうにかなってます <laughs> どうにかなってます素晴らしい回答ですはい次いきますはいえー、これはもう何も考えずに喜寿生さんとしては可愛い木原らさんを描いてみたといいね、はい、時々こういう絵があるとほっとします胸がキュンとなりますねキュンキュンきますよ、えー、<laughs> 次いきます、えー、勝俣さんさっきの続きみたいな感じですねほら プラモデル作ってますやっぱり、はあ、そうなんだね君が気に入ったならこのラジオ聴け、はあ、飯だよ今忙しいねんというですね、はあ、こうどういうのを作ってますかこれは何かちょっとモビルスーツ的なモビルスーツ的なものを作ってますねはいすて、はあ、だねさあ次もまた、はいはい、大御所<わ>横田守さんに書いていただきました 戦えその山ロボ恐ろしい字が書いてありますね <laughs>、はい、人類抹殺とありますけど <laughs> その山ロボはこんな野望を持ってましたか悪役ですねこれははいええー、らしいですなあれちょっとツイートがわれ我々のね、うん、あの今目の前にあるパソコンのツイートのねタイムラインが動かなくなってしまう、うん、ちょっと一回消しちゃおうかなこれ、はい、そっち側も切ってはいそれしてちょっとしばらく置いといてはい ちょっとねフリーズ気味なんですよね。あら本当だ。なんだろうな。これは落とした方が良さそうですよ村山さん。一旦切っちゃいます。落しちゃいますかこれ。もうブラウザがブラウザ自体をあのフリーズしてしまっていますね。あらあよし落とした。今落しました。もう一回立ち上げます。今横田先生の作品をご覧いただいている途中ですが、我々の手元にあるブラウザーがフリーズしてしまいまして、皆さんのコメントがね読めなくなっちゃったので。 セッションが中断ということになって立て直しておりますがで画面の方は次に参りましょうかねはい、はい、次の画面はですねで西村さんの作品でございますあっ木からパイルダーですねさっきあったものの頭、まあ、部のところが離脱したということですよねその人が Z ねよいしょっとよいしょっていうのは今あのスタジオの中の pc をね。これはもう僕はね。大好きな作品ですね。あ、菊のパイルダーはい、こうパイルダーの線って、うん、パイルダーって書いたことあります。ホバーパイルダー、はい、いやホバーパイルダー難しいですよ。難しいでしょ。あのま丸ばっかりだから、あの、うん、僕もマジンガー z を描いた世代ですけど、そうなんです。あのホバーパイルダーって僕正面からしか描けなかったんですよ。<ー>で、実はこの西村さんのやつを見るとよくわかるんですけど。 結構切り方が立体的なんですよ。あの、ライトのところもそうだし、あの、どういえばいいんでしょうか。帯状、休憩になって帯状の下のところもですね、こう、ふ不思議な形をしたカッティングがされてるんですよ、造形的に。これをこういう、このアングルから描くとこう見えるというのが、書けそうで書けないラインなんです、これ。 何、あのー、て言うのかなあのスーパーカーとかを描くのと同じ、ね、そうなね車的なラインもありますよね、ええ、少しこうえぐれてる感じがですね,ね、あのー、逆ラインになってるようなところがですね、うん、子供心に絶対描けなかったんですけどこれをさらりと描いてしまうところがすごいですなアニメーターとかできそうですよね <laughs> プロ中のプロですから <laughs> でこれまたねあのヘルメットからアホ毛が出てるところが可愛いんだな。 出てますね、えー、アホ毛用に穴が開いてるということですよねでまたこのパイルダーがこうほら、あのー、円形じゃないでしょ完全な球形じゃないじゃないですか、うん、この歪み具合がまた素敵なんだなこれ<あ>これ本当にね僕プラモデル作ってほしい<ー>自分で作れればこれいいんですけどこ,このこの形で<ー>この形でこのサイズでこれもうスクラッチするしかないでしょうね自分で歯医者さんが ねえこれ欲しい大丈夫ですあの道具さえあればできます林田さんにも道具さえあれば、ええ、道具さえあれば俺にもデルタ M さんが使っている機材と同じものがあれば林さんもできます <laughs> れ作れるかなできますそうかこれなどう <laughs> 何使えばいい <laughs> <laughs> これ欲しくないこれ欲しいですね <laughs> これこれ立体あったら俺買う絶対買うこの立体物は 3D にしてほしいなこのパイルだ何だっけその,そのジンガー Z の木からじパイルダーね木からじパイルダーです、はい えー、西村さんのパロディはどんどん送られてきまして今度はどうぞ「うんはい、世界に捧さぐ」というですね、えー、えと何だろうと思う方は「ですね世界に捧さぐ」で検索をしてみてください、えー、そうするとあるアルバムのジャケットが出てきます「世界に捧さぐ」に捧さぐというのは私が勝手につけさせていただいたタイトルなんですけれどもね これがまたしかし味がありますね,ねあのさっき林田さんも言ってましたけれどもこの園山ロボの丸いだけの目というのにね、うん、とてもドラマがあるんですねありますねそしてこのちょっと開いた口ね右手に持った木からじたんそしてこぼれ落ちている林田村山 <laughs> <laughs> 素晴らしいよねいや見事お見事ですね本当にねありがとうございますこの一連のシリーズは見事ですよ次ももうね腰を抜かしましたはいジョワン素晴らしいな思わ<あ>、ま、ずこういう,、うん、こう色付けたくなりませんでしたなんとなく書いたそうですけれども、ね、えーそうなんだすごいな 僕は前この番組の中でも言ったけれどもこの瞬間の色彩というものが30年以上経った今でも,もう脳裏に焼き付いてるんですよそれぐらい少年の時に衝撃的だった構図だったし色だったんですよ。赤と銀と銀オレンジですジあの独特のあ<ー>あのあそれが背景にももう浮かぶようだしこの手の感じこの,こ,のこのバランス感。 手と頭とほら同じぐらいのこう感じで書かれてるこのもバランスがもう何とも言わずゾクゾクしますね超遠近法ですねそれが、まあ、気から下んなんですよそれで成立しちゃってるところがすごいーいやーこれは本当に動かしたくなるな胸のカラータイマーは紫色なんでしょうかきっとね黄色かもしれないけどね <laughs> いやー見たいなこのアニメ次です木月さんが ラジコンフォームーブメントに戻してみたみたいななるほど <laughs> これがまた足の裏がでしょこれ足の裏でしょ足の裏ですね,ね細かいですよねソって書いてますねだからこれもこのソという字もひっくり返っているわけだから踏むと足跡としてソという字が残るということでしょ素晴らしいですね <laughs> もう印鑑と一緒ですよこれは <laughs> 印鑑ですねもうその烙印を押してほしい本当に 踏まれたい踏まれたいそうで僕は園山ロボには踏まれたくないですけど気 <laughs> 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 から持たんならいいけどバニーバージョンのバニーバージョンバニーバージョンのヒールがね高い方のねうん細かいですな次です、はいえー、さっきの勝俣さんのほのぼの路線を西村さんが書くとこうなるというですね、うん、いやー今日は服を忘れちゃってみたいな <laughs> なるほど、ね、だなぜかこう二人とも頬をあからめているというですね<ー> 何なんだという10円でね動くロゴでしたけどね私はお金で動くね次ですえー、添田さんが001役で参加しています <laughs>、えー、勝俣さんが書き加えましたす素敵ですね <laughs> なんかこう希望があれば書き,書き加えるみたいな流れにな成ってましたけれど、ね、本当ですか本当かえー、えーえー、ゼロゼロナンバーズえ五、ー、人枠が埋まってますね今かね <laughs> 今五枠埋まって五、えー、枠です、えー、残りわずかとなっていますよ、はい、皆さんえー、次西村さんのご本人がまだ練り込み不足だったとヤマト的なえ。 ヤマト的なね。これあの後々ですね。カラーバージョンも出てきますので。今回ありましたか。次回かもしれません。あか今回あ今回あります今回。今回入ってます。今回入ってます。後ほどご覧いただけます。ちなみにあと何枚ぐらいあるんですか。わかりません。まだ半分ぐらいじゃないですか。まだ半分。ねまね半分も行ってないかもしれないよ。途中でやもうやめちゃってもいいですよ。皆さんもいろいろあるでしょうかね。あるでしょうかね。事情がね。もう来週に回しちゃってもいいので。えっと。 おこれあの英治君今何枚目かなこれだから半分ぐらいですよだから50枚ぐらいですよ多分。まだ50いってないかないってない50いってないまだまだ五十点だから半分いってないんだよまだこれやばいねこれ途中で切り上げましょうそうそうまあねちょっと頃合いを見計らいましょうかまあまあもうしばらくいきましょうか一応、はいはい、用意は全部してるんですけど、ね、はいありがとうございますこれがまた先に変化していきますから来ました難波監督またこのようなものをお書き頂い,いちゃって「木からじたんの城」 これは震えが三三日晩止まらなかったねそうでしょう、ええ、特に林田さんははいだあの難波さんはだってあのカリオストロの城のスタッフのお一人ですからね本物ですよ物本ですよ本物の方に自分たちをキャラクター化しそれがなおかつこの作品の登場人物にあしられているのですよしかも林田さんなんか救っちゃってる側ですよ 先作れないとか言いましたけどね体力的に<ー>こんな嬉しいことはないよララーですよあそこに行きましたかはいやそう違う作品でしたねごめんなさいねこうやっぱりこ,このこの足のラインが本物ですよ<ー>この足はやっぱ本物の方々でないと書けませんよこれはああ<ー>足がほらやっぱりこのこの開き方描き方ってやっぱりスタッフの方ですよわかりますねわかるうん、うん、そうでしょ

これは本当にありがとうございます<ー>そして<ー>次の「カッキーさんのお正月イラスト新年開けないとひどいぞ」これあのね年末のまさに12月31日にカッキーさんがつぶやいてたんですよツイッターで、うんうん、あまだ時間あるなあと1枚ぐらい「力カライラスト」描けるかなって、えー、夕方ぐらいにつぶやいて、はい、でその後すぐ描いちゃったの、えー、めちゃくちゃ早かったですよ。 龍、あのーまあ、に乗ってる木から字炭なんですけれども、うん、なぜかミンキー桃、ね。もちろん林田村山もミンキー桃世界の中で登場していますよ。はい、新年明けないとひどいぞ辰の子太郎のような <laughs> なぜか木からジタン 開けてよかったね新年ね。もう開けないとひどいことになってたでしょうからね。<れ>きっとね。どうなるんだ。パカパカカラリングうまいよね。色の組み合わせが本当にお見事だな。綺麗。綺麗ですね。カッキーさんね、本当色綺麗なんだよね。バランスいい。完成されてますね。もうん、それをそんな短時間で作れるところがすごいな。カッキーさんありがとうございました。道具何使ってんですかとか,、ね<笑><笑>か。もちろん道具があれば歯医者さんもかけます。描けるの。<laughs> もっと描きたいね。<laughs> えー、次西川先生の絵です。これがまたすごいんだ。公園竜<ー>ひどいゾーラ。<laughs> ひどらじゃなくてひどいゾーラ。ひどいゾーラ。ひどいゾーラ。これもまたね、こ,こ,これ鉛筆を書きになってると思うんですけどね。 このまた箸持ってる感じとかが素敵でしょ今から何つまみに行くんだってこう想像させるじゃないですかきっと美味しいもの食べに行くんですよ、まあうん、多分公園を襲って無理やりなんか食べるんでしょうけどね <laughs> 美味しいもの食べさせないとひどいゾーラですからきっとひどいゾーラです、えー、箸持ってきますよ、うん、皆さんのお宅にもきっとつまみ食いに来ますね、えー、来てほしいねある意味ねでえっ、ー、とこの場合耳がアホ毛的な扱いになってるんでしょうかねちょっと二股に分かれていますね<ー>右側がね ここ飛んできてほしいねまたあの西川先生のこのロゴね、うん、はいはいはいロゴもやっぱりイラストの一部ですよねはいうん,うんレタリングも含めてねこのバランス感がまた最高ですね向こうなしのあのこのこうシャドウのつけ方みたいなところがねプロの技を感じますね感じます、ね、相変わらずね細かいとこすいませんね私、えー、う <laughs> そういうとこ見てしまうんですけどもちろん林田さんも同じ鉛筆を使えば書けます同じ鉛筆を使えば 3B ですか 4B ですか <laughs>、えー、<laughs> そこさか そううん、まあね、うん、えー、まあ光輪か三菱しか分かりませんけどもンボかもしれませんけ<ー>同じ鉛筆を使えば歯医者さんもこのいやー影が出せますかんできます。剣次いきます <laughs> 次は <laughs> 次ががこれがね、はいえー、あのー まあ、要するに「うんえー、大空魔竜ガイキング」シリーズなわけですが、はい、さっき「そう」だったんですけれどもね「はい、えくれないとひどいぞ」が走ってきてるわけです。じゃあそれぞれ疾走してますねもうね、ええ、もう何と言っていいやなって感じですね。<laughs> 何を求めているんでしょうかこ <laughs> れでもねこのナンセンス感は。はい 西川さん世界一ですねねこのナンセンセス感は、ね、素晴らしいね、えーえー、完璧にねまた構築できてるところがすごいよな「くれないとひどいぞ」いぞ <laughs> だから何なんだっていうでもいや、まあ、これだけですから <laughs> みたいなここを迫られても何あげていいかわからないよね「<laughs> くれないとひどいぞ」って言われてもな「何?」と。 んお年玉かな <laughs> 時期的にねううええあるいはクリスマスプレゼントかかさばらないようなものをね折りたためるようなものをねいやしかしナンセンスだわ日本語って面白いな白い、ねうん、え次も西川さんです、はい、おい君のロボ君のロボットはなんて言うんだいアニャンシャーリョボ <laughs> あの歌でしょうね「アニャオンシャオ」って歌ってるあ,れあそこからでしょうね。はい、そしてまたこの芸マなのがですね、はい、その山ロボなんですけれども、えー、お腹のところを見てわかるようにこれあのあ<ー>ジェットスクランダーのジョイント部分を多分表していて「マジンガー Z」の最終回のボロボロになった マジンガーのイメージと重ね合わせているのでしょうね。なるほどです、ね。はい。そそれをこのアナウンシャーリョボはえ、助けたんでしょう。あ、助けたってことですか。助けたってこと。彼にやられたってことじゃないのかい、はい。マジンガー Z の最終回は、はい、暗黒大将軍率いる、えー、新たな敵にボロボロにマジンガーがやられているところにグレンダイザーえー、グレートマジンガーが助けに来るというのが、えー、マジンガー Z の。 衝撃的な最終回でした。そうでしたね。だから助けに来たんです。これは。僕はグレートマジンガーかい?。グレートマジンガーです。いや。それが。次ですね。なるほど。それがこれに繋がるわけだ。グレートアナウンサーロボ。ええ、ボスボロット的な何かと。ビューナスエース的な何かと。握手をして。ね。美かね。後ろ富士山ですか?。はい。これはあの珍しく。林アナウンサーが強い人として描かれている。へたれじゃありませんね。 まあさっきのあの「木から地の城」もね救う側だったわけですあそうでしたけど、ねまあ、あれボロボロになってましたからねまあまあそうだね交代、えー、とか巻いてましたからね、えー、今回は明らかに強い強いですねガっちりしてますよがっちりしてますよこんな美女からもう「ありがとう」みたいな言われたことないですけどもね、えー 人生の中でありませんよ。ございません。残念なことですけどね。もうハイシャナウンさん、もう価値的な女の人ばっかりしか付き合うのはね。もう富士山をバックに堂々たるものをですね。素晴らしいですね。はい。ええー。もう一つ西川作品をいきますか。まだ続く西川作品があと三作品残っております。少なくともじゃあ西川先生のは見て行きましょう。はい、しょう美しいですね。はい。水彩画的な。 うんこう主線のない感じのね主線のない感じの絵って西川先生比較的珍しくありませんかあそう言われてみたら、えー、そうですね、えー、いわゆるあの漫画的なラインの主線がかっちりした絵が多い印象がありますけれども。えー、表現としては幅広い感じですけど。 なんか西川先生にしては珍しい雰囲気だなと思いながら私は見ておりましたけどもねストレートに美人な力士んです、えー、透明感がありますうんしかしあのやっぱり可愛いだけじゃなくて、うん、芯の強さが見えますね西川さんのね <laughs> 目力がありますね目力ね、えー、目力ちゃんね次です僕ね次のこの絵も大好きなんですよ、はいえー アップも用意ししてみまたこれは新世紀ラジタン図鑑じゃあアップを見てみましょうか文字が見えるようにと思ってはいこんな感じ「ミレラジタン」「HMK ラジタン」「気流ラジタン」「ファイナルラジタン」「西川先生」というと「ゴジラ」シリーズのデザインでご活躍の方でございますがその西川先生がセルフパロディーで。 これはものすごいことでございます変化でねいやーもうでねあの僕右端のやっぱミレラジタンのね、うん、このちょっと牙のあるうん、うん、このくわっとこう開いた、うん、このこの顔ねこの表情ね、うん、大好きですねでこう一方の左端のファイナルラジタンの壊れた様子も僕か<ー> <laughs> こっち好きですよなんかどこか赤塚不二夫的な,なんかこう壊れ感があるところすごく好きですよ 壊れてるわ。そうですね。下のコッポソって見てる感じのね、あのミニラジタンも可愛いですけどね。ラジタンいいですね。いいです。味はありますよね。素晴らしい本物ですからね。ああ、ありがとうございます。はい。どうしますか。もう6時回ってしまいましたけど、えっともうちょっと行きますか。もうちょっと行きますか。さっきね、はい。えっとなんか理由はよくわからないんですが、えっと北馬さんが6時10分ぐらいが目安かしらとおっしゃってたので。 おっじゃあ6時10分とおっしゃさんであれば6時10分では時田さんが6時10分どういう配信ですかそれすごいな北間 <laughs> <laughs> さんなんか用事があるのかしら6時10分北田さ,さんに合わせましょうえー。えー、<laughs> 素敵ですねそういうの見逃しませんね村穂さんか目に入ってきちゃうあそうですかじゃあ6時10分をメトに頑張りましょうか、えー、はい青バタンかわいらしい青バタン さらさらとお書きにね、うん、なったということです。可愛い,いですよねー。あのー。 学園木から字壇ということで同人誌も書いてくださいましたが、うん、青葉タンの絵にもまたあの青葉タンにしかない魅力がありますねやっぱりね優しい心を持っている人は優しい絵が描けるんですよきっとそれはありますよ縄太陽を表すといいますがね絵はやっぱりその人の性格をやっぱり表しますよでも林田さんも青葉タンと同じ道具を使うと描けますよ、ね、あそうか<が> <laughs> 何どうカラ,ーイ,ンカラーインクじゃないねなんだろうね <laughs> <laughs> あの青葉たんさんね優しい性格って今、うん、歯医者さん言いましたけれども、はい、今回あの同人誌プレゼント青葉たん,さん青羽ンさんから、うん、青葉たんから3冊、ねね、お預かりしてますけれども、ええ、おまけについているそのおまけのパッケージの仕方に本当に何というかあの語弊があるかもしれないけど女の子らしいね、はい、きめ細やかな心遣いが感じられて。 それだけで感動しちゃいました。いわゆるラッピングがね。ラッピングですよ。あしかったですね。ラッピングがですよ。R ですもんね。ラッピングですよね。感動した。あ女の子って感じがして。僕はゾワゾワしました。ゾワゾワですかそんな船虫みたいなことでゾワゾワだな。ビクンビクンしました。ビクンビクンはちょっとやめてほしいな、その表現は。次いきます。はい、え、俣さんです。はい。え、 ハンマー持ってますハンマー生態、うん、荒良治ですね、<ー>えーまあ、村山の腰もハンマーで荒良治と、腰痛にきますよとしょっちゅうね腰痛なってますからね、やっぱりこうっぱ荒良治もね、時には必要かということでしょうかね。私も今ね、あの中世の貴婦人のようなコルセットをね、えー、もう本当にルネッサンスか、中森明菜かというね、ね <laughs> 明菜ちゃんのウエスト細かったでしょ。 5 0ンチだったってウエストどこに胃が収まってるんだかね内臓もちゃんと入ってるわけですから内臓されてるわけですよ内臓なだけにね内臓だけにねあ内臓がないぞみたいなそこまでいかないとやっぱり一流にはなれませんね村山さんやっぱねラジオの特性を生かしていかないとそこまで追っかけてくると思いませんしそのしゃが素晴らしいな失礼いたしましたいいえ次です短いですね デルタ M さんはエモ達者でいらっしゃるその後ご本人がツイートされてましたが、はい、イラストの方も本業でやってらっしゃったんですね。電撃ホビーマガジンでゾイド系のイラストを描いたりとかなさってたんだそう,あそうです。 よ、読んでたり、ペラペラで拝見してるんです、ねはい。拝見してたと思います,ですよ。なるほどね、両方ってのはすごいですよね。これがまたほら、もうなんか、このこの色合いと明かりを見るだけで。その山ロボって分かっちゃうところがね、この造形も見事じゃないですか。見事ですね。うん、いや、そうなんです。あの。きからじたんが、あの、いろんなクリエイターさんにね。うん。 料理してていいただいてるんですけれども、ええええ、やっぱり一番最初の西村さんのデザインの妙というのがあったと思うんですが園、うん、山ロボの場合は園山さんのアイコンを皆さん料理してらっしゃるんだけど、うん、<laughs> やっぱりあのアイコンのね、ええ、デザインの妙というのがやっぱりあったと思うんですよ、ね。そうです、ねうんはあそうじゃないとだってここまで皆さんがリスペクトしておかけにならないですよ。やっぱね縦に工業用デザイナーをやってらっしゃらないですよ。 超一流ですからね園山さんたら学校でも教えてらっしゃいますからね学校でもわざわざ私の落語まで見に来ていただいても恐縮ですよ本当に落語をね園、えー、山さん京都から大阪まで、ね、来ていただいていい池田までね池田まで池田までね池田っていうんですか本来のアクセントは現,現地の方は池田っていうらしいですよ我々池田って言いますけど池田が正しいらしいですよ向こうの方にしてみるとあっほんにはいへえ<ー>ありがとうございますあと2分になりがとうございます、えー、次 勝俣さんも二2つに分けておりますはいはい4コマなんですよねこれは本来は<ー>読めないのでちょっと2つに分けましたはいえー、と大魔神をモチーフにしてらっしゃいますね読んでみてくださいね、はい、えー、1コマ目2コマ目3コマ目まで見ましたか次4コマ目ですよがじゃじゃーんこんな感じでございます「その魔神笑う」<ー>はいえー、大魔神は怒るものですがその魔神は笑うと、えー、ああ これやっぱ関西というところからね、えー。関西ですからね。落語が終わっていきまして、ちゃんとここの道頓堀のところもね、私。行ってきましたえ、家族で行きました。人形さんもちょっと動いてましたけどもね、昔あるところからするとね。あ場所がね。え場所がちょっと変わっちゃってるんですけどね。えー、やっぱ関西の雰囲気ありますです、ね、次です。えー、木月さん、長熟なんたら、あのー、年末具合が悪くて、うん、えー、 病床でこうベッドに横になりながらこう朦朧としながら書いたそうそこまでの状態でお書きになりましたか <laughs> ゆっくり休んでください気づきさん <laughs> うんとねもう回復されたかなきっと大丈夫だと思いますけどね,ねえー、えっともうちょっといきましょうか、はい、風さんの作品フラッグシリーズがこれ素晴らしい「木からジハイスクール」うん「木からジタンクラブ KRC」「つかむぜ全宇宙」「木からジタンブ もともとの原画は西村さんが西村信義さんがお書きになったものをまたカズさんがリファインして使ってらっしゃるというです、ね、あの年末の会合の時にこううなんて言うんてときにランチョンマットみたいにして使うと面白いねみたいな話をね前回の時にしたんじゃな,かったかな、はいか、ねね、年末のコミケでですね木、うんえー、からじが絡みの出展をされた皆さんの机にはこれが。うんうんうん 旗ととししてて置いいあったと素晴らしいですね,しいですね写真でも私たちも目撃しましたよ、えー、次その髪があ色がついてないバージョンですねはいこれですね、はい、次いきますかはいえーはい、またちょっとアレンジのか、うん、で、えー、これはですねあの吉島あたるさんがデザインした木から自慢があしらわれた公園ランチ部つか、うん、むぜ中華 ね、えー、今日は公園の店長さんもツイッター上にいらっしゃいましたがまたこ <laughs>、ね、なんか食べるとひどい目に遭いそうなこの木からじまんですね, <laughs> ね持ってますよハンマーみたいなものをなんか <laughs>、ね、こう手がピュッと、ね、伸びてたたかれそうですよね恐ろしくてとても食べられませんね,、うん、ねえっ、ー、ともうすぐ六時十分あ六6時10分,、はい、分も超えてしまっていますね、はい えじゃ今日ここまでしときますかそうですね <えっ S 1> 半分ぐらいでしたか半分ぐらいまで行きましたですね<ー>50およそ50ちょっと60近くまで行ったのかなはいは<ー>い。すみませんじゃあ一旦スタジオに戻していただいてえまた今日も6時待ちましたがまた来週もこのぐらいの分量が残っておりますので <laughs> また多分1週間の間に追加されるでしょうね そうですね、今回はあの動画とかもありましたので来週はその動画も含めて紹介できたらいいなとは思ってるんですけどね、うん、そしてもう一つ僕にとっての大きな課題は梅さんの漫画がまだできていないということなんですよ。これ,これもね <laughs> 大きな宿題でこれなんとかしたいと思ってるんですけどねこちらの方はだいぶもう何て言うんでしょうめどが,、ね、が立ちましたので、えーえー、おいおい梅さんの方にシフトしていきたいと思いますけどもね。あ えー、木月さんが生きてますかっこ笑いと良かったですね。業照の元でも書いていただいてありがとうございます。はいえっとあそ山さんから,らこの場をお借りしてロボをネタにしていただいた皆様に深く御礼申し上げますありがとうございます最高のクリスマスプレゼント＆お年玉でした。あそうかそうですよねいや僕自身もいろんな作家の方に 僕と分かるキャラクターがこういろんな作品も合わせてリスペクトしていただくと本当に幸せなことだし嬉しかったもの,ね,あのね、カリオソロも含めてですけどね,ね素晴らしいことですよね、えー。そして先ほどのオンエアの収録でも申し上げましたが「うん、気から時間育成計画」にアップされている、まあ、絵とか文章とかすべての作品を合わせて700を超えたというです、ねうん、やっぱりこの数字の持つ なんというかその意味の重さ大きさボリュームいやー去年の今今の時期予想してなかったもんねそん予想してなかったですね1年いかないわけでしょ1年は365日しかないわけですよですから700作品ってことはほぼ1日で2作品ぐらいですよ確実にアベレージでいってですよそれぐらいの分量がずっとあの描かれ続けているということはこれは驚異的ですよ。 1>, 1週間だから1週間単位で考えると14作品ぐらいは毎週まあ確かにそれぐらいをご紹介してきたなと思うんですがすごいですね去年の今の時期っていうのはあの私と林田さんと2人でオリジナルキャラクター木原さんはどうかなってまさに,まさに会議2人で会議をしていた時期ですよね西村さんにお願いいいいしちゃっていいのかななみたいなね。 かなり手探りでしたけどね最終的な野望はこれがんかアニメ化されることですけどね大丈夫だよ道具さえあれば道具さえあればできますできますよ僕が動画描けばいいんだろう1万枚ぐらい描いてくださいおーし会長林田さんなら描けます一万枚あのえあの難波さんが使っているセルガーと同じものがあればできます医者さんにも そ公開？え、ポスターからかやっぱポスター、ポスカでやってください。アニメカラー使っちゃいけないのか？アニメカラーを使ってもいいです。こうやってこうやって、かっこいいねアニメがばアナログでやってください。何日寝らんやったらうかかなできるかな？うん、できるでしょう。そうだね。いやいやいや。いやいやいや。十年かかってもできません。 夢は広がりますけれども、ね、だいぶ、はい、あのそのうちの夢の大部分かなりの部分を皆さんにねあの作っていただいたとはう本当に思うのですよ、うん、ありがたい限りで。そして、あのー、敷居が高くなっていると、はい、いろんな方がおっしゃっているこの木原さん育成計画ですが <A> どうぞ臆することなくいろんな方特に昔、あのー、小学校中学校高校時代、まあ大学時代とかに絵を描いてたんだけれども。 何十年かぶりに描いてみたとかあるいは描いたことなかったんだけれども挑戦してみましたというね皆さんの作品も是非見せていただきたいな拝見したいなってあの実際にプロのクリエーターの皆さんとこう横並びにご紹介していくわけですがプロの皆さんからの感想もね 聞けちゃったりしまそれをそう考えるとものすごいことですね、それもまたね。で、あのまあ、本当にあの書くのがちょっと苦手っていう方は、本当、見るだけでも楽しいですし、700作品、結構スクロールずーっとしていって、ページめくっていくとかなりの時間かかりますから、実はね、もうすでにね。すすごいですよですごい作品が出てきますから、次から次にやっぱり見たくなるんですよ、あれ。 もうページがすごく奥深くなっちゃってるんですけど、ねまあ、日付でも検索できますからぽ、うん、ンと日付をクリックしていただくとあのあのジャンプすることも可能ですから、まあ、いろんな見方ができると思いますのでジャンルにも分かれてますし楽しんでください。はいはい、時時さんのお約束の時間から5分以上過ぎましたそうですねえ<っ>え えー、いろんな準備がある中皆さんお付き合いいただきましてありがとうございましたありがとうございました150人以上の方にご覧いただきましたはい、えー、合わせて533名の方にですね、はい、通り過ぎていただきました <laughs> この居残り率はかなりユーストリームの中では高いらしいですよあそうですか、はい、本当はもっとあの皆さん一瞬で出ていかれますからまたねいや火曜日のこの時間にね あの見ていただくというのは非常にあの無理のある時間帯なんですよ、本来ね。本当は、もし平日だったら夜10時からとかそれぐらいの時間帯の方が本当は皆さん見やすいと思うしその視聴者数もね限りなく増えると思うんですが見れないという方はぜひレコーディング素材もたくさんありますので多くの方に進めていただいてくだらない話も含めて2時間ぐらい喋っているぞと<は>い,いうことをですね宣伝していただければと思います。 とということで長くなりましたが聞かれさんからのご挨拶でございますどうぞ今本放送では違う声が出ち,ま違うのが出ちゃった、ね、今日はガンモンくんどうしません、ね、ペロッと出しましたよエイジ,ジどうしたのかなエイジはね今日はね曲が出なかったりとかいろろなんかね、うん、疲れとうばいねエイジもね、うん、じゃあそろそろ出るかなエイジももう13話いってしまいましたなだい、うん、ぶ話が進んできましたなああのー テレビの方もガンダムエージね、ガンモトエ,エージじゃなくてガンダムエージ。ージもうユリンちゃんがユリンちゃんがもうユリンちゃんがもうもうねうん、うん、作画はすごく綺麗でしたけどねこの間ねユリンちゃんがもう長くなりそうなんでね<え>それではキカラジさんからのご挨拶でございます。どうぞ。今週の配信はおしまい。キカラジメトのみんなラタ,ラタマイシュー。ラタマイシュー。